見えてきました。はい、あのメガネのビルでございます。ここの3階でございます。軽く挨拶だけしとこっか。そうやね、うん、軽く挨拶だけしとこっか。そうやね、うん、こんにちは。こんにちは。8月もよろしくお願いします。8月にまたお借りすることになって。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。それだけです。あ、何もないです。はい、あ、こんにちは。こんにちは。また8月にお借りするんでよろしくお願いいたします。お願いします。それだけです。こういくの。そう、見れんかったけんさ。すごいよね。これあの人がかけとる。え、あの有名成田さんやったっけ。ですよね。どれがおしゃれ。おしゃれですか。いいですね。おしゃれですか。これね、あの選ばれし者しかかけられない。ちょっとすみません、失礼しました。違う、あの確かに結局、ね、目の位置に合わないとちゃんと目がパッチで合ってる人しか。もう一回やってる。びっくりした。勇者しか抜けない剣。いや、これなんか普通に気軽にやっちゃいけないのがやつかと思います。すみません。合ってはないね。もうちょっとこっちやね。でも割と合ってる方ですよ。本当女もんがあるの？おー、どう？似合う？いいね。ぶっ飛びやねこれ。すごいですね。いいですよね、きっと。でも楽ですかやっぱり。ベルトかだったら。で、このコーティングの違い。これ入ります。入らないです。入ってます。左。うん。普通です。はい、ありがとうございます。あっちよね。熱っ。まあでもまだマシ。まだマシやね。これから注文していたメガネを受け取ります。いよいよです。そのために髪を切りました。ジョン・レノン。ジョン・レノンです。こんにちは。受け取りに参りました。すいません。こんにちは。ありがとうございます。汗かいた。普段マイクかけてない。かけてます、いつも。遠くの見え方はまあこんなもんかって感じだと思う。おしゃれや。おしゃれな人みたいな。ド派手ですね。大丈夫です。大丈夫ならよかった。ありがとうございます。やっぱり空拭きをすると傷の原因になりやすいですから、はい、まあ、特にこうホコリがついてる状態とかの時に突然こうメガネ拭きで拭かないようにしてください。はい、何でも大丈夫です。あれに入りますか。なんか先日うち あのスタッフの方が立つやつが便利だって言ってました。ああ、来月は相当騒がしくなると思います。えらいことになります。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。おー、おしゃれ。さよなら。いいですね。おしゃれとやろ。変わってきましたね。変わってきた。自分で見れない。おお、めっちゃ変わったやん。変わってきましたね。しかも色変わったら結構いい感じの。ジョン・レノン。言うのこらえて。ジョン・レノン。はい。8月19から8月21です。はい。ジョン・レノンがお待ちしております。ジョン・レノンがお待ちしております。マックスじゃないかな。ちょうどいいよね。ちょうどいいっすね。誰やね。オッケー。
チェックです。OK です。うまいよこれ。これの。